皆さんこんにちは。 ATF バスケットボールスクールの山崎です。はい、もうちょっとね、暑くなりすぎて脱ぎました。はい、動画3本目です。で、まあ動画見てくださってる皆さんは分かると思うんですけれども、はい、ほとんどプレイしてないんですけれども暑いです。はい、ということで、今からちょっと始めていきたいと思います。コービー第3弾で、まあ、この動画の趣旨なんですけれども、まあ、コービーを忘れないようにしようということで、はい、出させてもらってます。やっぱりいろんなものをいただいてますので、しっかりとそのプレーはもらったものはしっかりコートで、出していこうということでやっていきました。で、実際にこの年になってコービー結構ね、やっぱりじっくりと本当にみんなに説明してやろうと思って見たんですね。はい、してやろうっていうのはしちゃろうじゃなくて、するぞっていうことの方言です。はい、ちょっとすいません、聞こえが悪かったら申し訳ないです。で、これなんですけれども、まあ、皆さん多分よく見ますよね、コービーのこのフェーダーウェイっぽいやつ。バーン でこのフェーダーウェイもそうですし、他にはなんかよくあるのがこうみたいな、なんかこうなんかめちゃめちゃここでくる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 回るときないですか。はい、で今回はそのくるくる回るやつをちょっと説明したいと思います。これあんまり身体能力いらないのに結構使えるなって思ったんですよ。なんでそう思ったかっていうと、ディフェンスを見てそう思いました。はい、NBA とかでコービーがこのプレーをしてるときに、はってこうシュート、その後シュート打ったりするんですけど、これを見たときに、ちょっと待って、これってこの技最強じゃねって思ったんですね。なんでかっていうと、ディフェンスって大概の人がっていう言い方をしていいのか分かんないですけど、例えばここまでドリブルダーンって来て止めましたと、オフェンスを。でそれでその後こうオフェンスがよいしょよいしょよいしょってやってるとき、どうやってます？もうドリブル終わってるんですよ。パスすると思って結構ね、こう適当につくんですよ。超緊急事態にもかかわらずもうゴール真下ですよ。でも意外とね、みんなそのピボットしたときに、スリーポイントラインよりも外だったらピボットフットを抑えに行ったりとかして、こうボールスティールとか頑張るのに、なぜかこの緊急事態のここで皆さん頑張らないんですよ。でそれが NBA も一緒だったんですね。コービーがやってる時に、コービー選手がやってる時に、このフリースローラインから50センチ入ったところとかで、もう彼とかだったら多分どんな体勢で投げても入るんじゃねえかなって思うようなエリアですよね。でもそれを緊急事態と把握せずに、よいしょって、でもうあとはコービー、もうこっちにしか俺ターン、こっちターンできない、やっぱこっちターンできない、ここにこっちにターンするしかないじゃん、よいしょってこうシュート打って入るってね。はい、だから要はこの完全に止まったと思ってからの方が意外とシュートチャンスがある説っていう。はい、ディフェンスをこうわーって頑張っててジャンプシュートを打とうと思った時に、それに対して合わせて飛ぶとかっていうのはあるんですけど、結構ねゴール真下まで行くとね、皆さんねジャンプに対してね、足を残してなかったりするんですね。ビタッて止まって、はい、もうこいつボール止まったよ止まったよ止まったよっていうようなディフェンスしてる人が多いです。だからこのプレーは止められてからの方がいいんですよ。だから止められてから、だからなんだったらポストプレーをしていって、ここまでで、でそこからシュートっていうようなね形で、はい、すいませんフレームアウトしちゃったけど、はい、こういうちょっとシュートを練習していただけたらと思います。この時のポイントとしては、やはりターンのスピードですね。ターンのスピード、ターンをするときにはとにかくコンパス回りにならない、膝と膝をくっつけるようなイメージでターンをする。膝と膝を一回こうくっつける、わかりますか、こう横から見るとこんな状態です。一回くっつけといてファッと開く、わかりますかね。はい、でその状態でターンしてシュートを打てるようにしましょう。あんまり距離がないので、まあ本当だったらね、ちゃんとこう正面、両足が正面向いてシュートを打てるのがいいんですけれども、最悪こっちにターンしようとして、でこっち向きになったとしても上半身だけゴールにしっかり向いていれば、まあ入らんくはないかなと、はい、シュートと思いますね。はい、ですので、まあ、これあえて止められてからの方が意外といいプレーだなと思いました。左手ドライブで入っていった時っていうのは、多分こっちにそのまま左足軸になるか、右足軸にしてそのままこうシュートを打つ人っていうのは結構いるかなと思うんですけれども、はい、だからまあ一応こっち向きにシュートを打とうっていう意識があるのであれば、右足でしっかり止まって
で戻ってで、ここの動きをしている間は3秒オーバータイムは気をつけてくださいよ。で、最後シュート、はい、入り方汚い、すみませんっていうね、もうあえて止められてからのプレーっていうのが意外と大事かなと思いました、はい、一発目、まだディフェンスもオフェンスも動いてる時だとディフェンスは結構ブロックしたりとかそのボールを取りに行くっていう感覚がすごい鋭いんですよ。でも止まってからっていうのはもうディフェンスは勝ったつもりでいますから、あ、こいつもうドリブルやめた、もうあとシュート打つだけじゃん、めちゃ悪い体勢でシュート打つだけじゃん、はいはいはい、どうぞシュート打つんなら打ってくださいよって思ってるかもしれないですけど、いや、もうゴール真下やぞっていうのが僕のツッコミですだからそこで諦めるんじゃなくて、はい、そこはもうシュート打とうやっていう、まあ、そういう趣旨のプレーですね、はい、ということで、まあこのプレー自体がまあちょっとどこまで参考になるかわからないんですけれども、はい、まあ、ちょっとコービー選手の動きを見て、あ、これ意外と使えるんだねってちょっと思ったので、しっかりとピボットを練習するっていうのと、最後ジャンプしてシュートを打つときには両肩がしっかりゴールに向いている状態を意識してフェーダーウェイをちょっと練習してみてくれたらいいのかなと思いました、はい、ということで、皆さんもちょっとコービー選手を忘れないために、このプレーでぜひぜひ得点を取れるように頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。